こんにちは、ひろとです。まあ、今回話していくのは超習慣術につか、まつわる習慣的になるためにはどうすればいいかっていうところの話をしていこうかなと思います。これがまあ5つあるんですけどまあ人生の半分では習慣的な行動ができてるっていうまあ研究結果があるみたいなんで、これがウェンディ・ウィット氏っていう方 の心理学者の研究では、テキサス大学の学生に対して行った研究で、1日のうち3分の1から2分の1の、割合っていうのは習慣的な行動で占められていると。つまり、2分の1ってのはほぼ半分ですよね。まあ、3分の1から、2分の1で、まあ、ほぼ半分ぐらいは、40%、50% あたりは習慣で構成されているという感じみたいですね。つまり習慣をコントロールすることで人生の半分を自分で操れるようになるという感じみたいですね。というわけで、5つどうすれば習慣ができるかの、話をしていこうかなと思います。今回、1つ目っていうのが、新しい習慣を身につけるときっていうのはやりやすいようにすることが大事であるという感じですね。まあ、面倒な分も取り除いて普段より20秒早くできるようにするっていう、まあ、20秒ルールっていうか、そういうのがありまして、まあ、例えばなんですけど、スマホは何かしたいんですけど、スマホをよくこう、まあ、使ってしまって気づいたら時間が経っててやりたいことも、できないっていう場合は、スマホを使うまでの時間を20秒かけるようにするとかで、あとテレビを、テレビだったらテレビ見るまでの、時間を20秒かかるようにするとか、例えばリモコンだったら、リモコンの電池を抜いておいて、その電池とリモコンを遠くにテレビから離れた場所に置いておくとか。だから集中したいんであればスマホを、玄関にモバイルバッテリーというか、充電器でもいいんですけど、充電器に挿しておいて、で通知が音が鳴らないように設定して、それで自分だったら読書するとかで、バイオリン弾くとか、そういうふうにするっていうのがいいみたいですね。で、次、マジックナンバー4っていう、これ何かっていうと、新しい習慣を身につけたい場合は週4回以上行うといいという感じですね。これが、ロンドン大学の研究では96人の学生を対象に調査を行った結果、簡単な行動では25日を超えるとそこで習慣ができ、難しいものでは、50日から60日続けると習慣しやすいっていう研究結果があったみたいで、これが筋トレとか運動とかで言ってしまえば、60分とかそういう長時間を週に2、3日するんではなくて、5分でも10分でもいいんで、それを週4回以上するっていうのがいいっていうところですね。その方が、簡単なものは25日で、習慣ができるんで、続けやすいと、習慣化しやすいという感じですね。まあ、自分も本当 HIIT という筋トレを毎朝、毎夕やってるんですけどまあ本当これもう2年ぐらいかな、去年の年明けたぐらいからやってるんで、でもうすぐ今年終わるんで、まあ2年ぐらい続けてるっていう感じですね。で、3つ目っていうのが、朝の時間が習慣化するのに適している時間であると、時間帯のタイミングであるという感じですね。で、朝の方が夜よりも 1.5 倍も 習慣化が早いことが分かっていますという感じですね。まあ夜だったら脳も体も疲れてるんで、ちょっともう今日はいいかなとかなったりもすると思うんで、ということで、まあ朝、起きてすぐの時間がいいっていうところですね。まあ朝早ければいいっていうわけではないんですけど、まあ朝自分が起きる時間よりちょっと早めに起きて、それを習慣化したいことをするという感じですね。その時間も空けて作っておくという感じみたいですね。4つ目っていうのは、目標実現に向けての過程をできるだけステップバイステップっていう、分けて分解してチェックリストを作るっていう。だから運動をするんでいけば、運動しやすい服を着るで、運動するための、準備をする、あとそんな感じで、こう一つ一つこう細かく工程を作ってしまうっていう感じですね。読書の方が簡単だったかな。読みたい本を選ぶ、手に取る、でそれをページを開く、で読みたい項目を読むみたいな感じで、っていう感じでこう細かく、チェックリストを作るっていう感じですよね。っていうのが前に進んでいるという感覚が、モチベーションにつながって習慣化しやすいという感じみたいですね。で、5つ目っていうのが、If Then Planning っていう、習慣化の、
まあ、王道というか、まあ、本当、まあ、結構有名なところだとは思うんですけど、これがあの A が起きたら B をするっていう風に、習慣化しやすい行動の、まあ、トリガーですよね、作っておくという感じですね。でちなみになんですけど、まあ、大体こういうなんていうんですかね、こう A が押したら B をするっていう風に、B を押したら C をするみたいな感じで、こうトリガーをもう連続的に作っているのが大体あのモーニングルーティーンとか、なんかああいうあるじゃないですか、ああいう風な、ナイトルーティーンとかのあれが応用じゃないかなっていう風には自分は思うんですけど、まあ自分の場合だったら朝起きて風呂に入って、風呂から出たら筋トレして、でプロテイン飲んで、で、読書をしてみたいな感じの、朝モーニングルート そんな感じなんで、だから A をやったら B をする、 B をしたら C をする、 C をしたら D をするみたいな感じで、どん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 こう習慣化したいことの、まあ毎日やってることに習慣化したいということを後付けしてしまうと、まあ、確実にできるっていう感じですね。まあちなみになんですけど、何かを、するっていう習慣を作るよりも、やらない習慣を作る方が難しいとされてるみたいですね。だから、やめたいことがあるんだったら逆に、やめたいことをしないために、まあ、新しい習慣を逆に作ってしまうという感じですね。例えばなんですけど、ダイエットしたいのに間食をしてしまうんであれば、その間食をしないために、まあ、運動するとか、で、まあ、本を読むとか、水を飲むとか、サラダを食べるようにするよとか、だからそういう、やめたいことに対して逆にこう別のやる習慣をするっていうのを置き換えてしまうと一石二鳥じゃないかなと思います。というわけでした。